菊田牧子は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、外務大臣政務官、民主党幹事長代行、民主党新潟県連代表、カモ市議会議員等を務めた。群馬県藤岡市に生まれ、新潟県カモ市で育つ。祖父は、越山会の設立者の一人、父親は、元自民党県議の菊田誠治、三人姉妹の長女である。名前は、 田中薪子にちなんでつけられたという、新潟県立科目高等学校に入学。高校時代はバレー部の首相を務めた。1988年3月、同高校卒業。父親の勧めで、同年9月から1990年8月までの2年間、中国の国立高大学に留学した。1993年8月から、中国語会話教室を経営。 1995年、鴨市議会議員選挙に出馬し、全国最年少の25歳で、トップで、初当選。自由民主党に所属していたが、1998年1月に、結成された自由党に1期目の途中で席を移す。1999年、トップで再選。2000年、自由党の渡辺秀夫参議院議員は菊田に、次期衆院選への出馬を要請。 菊田は、要請を受諾し、同年4月30日、自由党県連は菊田を新潟4区と、比例ブロックとの重複で擁立すると発表した。同年6月25日に行われた第42回衆議院議員総選挙に、自由党公認で立候補。しかし民主党現職の坂上富夫との間で票が、分散。自民党現職の栗原博久に敗れた。菊田と、 坂上は比例復活も叶なわなかった。2003年7月23日、民主党代表の菅直人と自由党党首の小沢、一郎は両党の合併に合意。同年8月12日、民主党は自由党公認の菊田の推薦を決定した。これにより坂上の公認内定は事実上取り消しとなった。九月十六日、民主党が自由党を九州合併。 菊田は民主党新潟県連副代表に就任。同年11月、第43回衆議院議員総選挙に新潟4区から民主党公認で出馬し、初当選した。なお坂上は新潟2区から民主党公認で立候補するも落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙でも新潟4区の議席を守り抜いた。 2009年5月の民主党代表選挙では、岡田克也の推薦人に名を連ねるが、岡田は、鳩山幸男に敗れた。同年の第45回衆議院議員総選挙でも、新潟4区で当選。2010年、鳩山幸男首相の辞任に伴う2010年6月の民主党代表選挙で、菅直人を支持し、同年9月の民主党代表選挙でも、菅の推薦人に名を連ねた。 同年、菅第一次改造内閣で外務大臣政務官に任命され、菅第二次改造内閣まで務める。菅の辞任に伴う2011年の民主党代表選挙では、前原政治の推薦人に名を連ねたが、前原は野田義彦に敗れた。民主党内では自由党の流れを組む一審会に所属していたが、2012年の消費税増税をめぐる政局では、 小沢らの造反の動きに同調せず、離党した、小沢らが決闘した国民の生活が第一にも参加しなかった。同年6月、国家公務員と結婚、生が言い,いだとなる。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に民主党公認で出馬し、新潟4区では自民党新人の金子恵美に敗れたが、重複立候補していた比例北陸新越ブロックで、 復活し4戦。2013年3月より民主党新潟県連代表、同年9月より民主党幹事長代行。2014年9月より民主党幹事長代理。同年12月の第47回衆議院議員総選挙では民主党公認で新潟4区から出馬したが、再び自民党の金子恵美に敗れ、比例復活により5戦。 2016年3月27日、民主党、維新の党の合流により決闘した民進党に参加し、民進党財務局長に就任。2017年9月より、民進党、ネクスト文部科学大臣。2017年9月27日、前原政治民進党代表が民進党を事実上回答し、衆院選に、 希望の党からの立候補を容認する方針を表明。9月29日には支援者を集めた会合で希望の党代表に就任した小池由里子東京都知事を腹の据わった政治家。原発ゼロを掲げ自民党と決別する覚悟を示したと高く評価した上で政権交代をやり遂げ安倍晋三政権を終わらせるラストチャンスだと涙ながらに訴え、 希望の党への公認申請に前向きな姿勢を見せていたが、10月3日、三上市内で記者会見を開き、希望の党にも立憲民主党にも公認を申請せず、無所属で第48回衆議院議員総選挙に立候補する意向を表明。日本共産党は、新潟4区で公認していた候補者の擁立を取り下げて、野党候補が菊田に一本化された。 候補の擁立を取りやめた共産党に加え、連合新潟や立証公正会から幅広く支援を受けた菊田が自民党の金子恵美を破り、6選を果たした。10月26日、菊田を含む民進党席を残したまま衆院選に無所属で出馬して当選した衆議院議員13人で院内会派、無所属の会を結成。10月31日、私は 野党統一候補として当選した。一度リセットし、完全無所属でスタートを切りたいとして、民進党に離党届を提出し、11月2日に離党が承認された。2018年5月7日に無所属の会を退会し、10月10日には立憲民主党の院内会派である、立憲民主党市民クラブに入会した。2020年9月、 旧立憲民主党と旧国民民主党が合流した立憲民主党へ参加。新潟県内の野党系国会議員は全員が立憲民主党へ所属となった。2012年の第46回衆議院議員総選挙以来、新潟4区では自民党の金子恵美、民主党の菊田真貴子の事実上の一騎打ちが続いており、2017年の 第48回衆議院議員総選挙の最中は合同で開かれた個人演説会でもお互いに目を合わさず、金子が SNS で卑怯な手にも駆使しません。と題して支援者が菊田の講演会関係者から金子を応援するのであれば明日から今の取引を止めると言われたとして菊田陣営の公職選挙法違反を告発し、菊田がこれを完全なデマであり、 金子の投稿こそが公職選挙法違反であるとして警察に通報したため場外乱闘、女の戦いなどと話題になった。ありがとうございます。